はい、どうも皆さん、バクレです。今回は、普通の試合ですね、を見ながら、後付け実況で、まあ、ちょいちょい解説入れながらやっていきたいと思います。まあ、本当にね、何も考えずに、そのまま喋っていくんで、無言だったり、こいつ何言ってんだっていうことをよく喋ると思うんですけど、そこら辺はご了承ください。まあ、ちょいちょい解説入れながらやっていきたいと思います。で、まあ、基本的には初心者の方におすすめできるんじゃねえかっていう立ち回りができたんで、やってみようかなっていうノリでやってます。まあのんびりやっていきましょう。あとなんか言葉足らずなところは一応テロップとか入れようかなっていう感じです。で、一番最初、まあマップの端っこの方を降りましょう。まあなんでかっていうと人が少ないからですね。まあ単純な理由です。人が少なくて、まあまあゆっくり武器とか資材とか集めれるからですね。まあ、この時たまたまね、ショットガンとハンティングライフルと、まあ、ポーションですかね、手に入ってるんですけど、どうなんすかね、皆さん、普通のこういう試合見ながらの方がいいんかな、もしくは解説じゃないにしろ、生放送とか解説じゃなくてこういう試合の方が良かったりするんだったら、まあ、それもコメント欄で教えてください。まあ、あとね、昔みたいにやたらめったが叫ぶっていう行動ができないんで、ちょっとテンション低かったりするかもしれないんですけど、で本当だったらね、普通の家とかだったら、家具か、いっぱいあるんで、それを壊しながら進んでいくんですけど、で今回はあれですね、ポンプショットガンとタクティカルショットガンでいきます。修正前だったら、問答無用でポンプポンプだったんですけどね、ダブルポンプ。まあ、のんびり、のんびり、実況していきましょう。なんか久しぶりですね、こんな後付け実況っていうのも。まあ、すでにね、何喋っていいか分かんないんですけど。で、あと、なんか、別に見るべき場所じゃなかったりするんだったら、早送りとか、カットとかしようかなとは思ってるんですけど、今回はもうそういうのなしでやっていきたいと思います。でこの木があれっすね、解説の方で出してもらった、マッシュルームいっぱいあるよみたいな感じの木ですね。まあ、あれは湿地帯とかそういうところにしかないんで、モイスティーマイヤーぐらいかしかこの木はないと思うん でこの宝箱もなんで天井から取りに行ったのかもよくわかんない。まあ基本的には武器は慣れるまでは3つでもありだろうし、まあ慣れてきたら4つでいいと思います。まあ理由としてはショットガン2丁持ちたいからですね。別に1丁でいいんだったら、なんだろうな、ショットガンと、アサルトライフルと、あと遠距離用の武器だとかロケランとかでいいと思うんですけど、今ダブルショットガンが強いんで、スナイパーと、アサルトとダブルショットガンですね。個人的にはスナイパーのところを、ロケランだったりグレポンだったりに変えていいと思います。でこういう木ですね、でっかい木、これね、普通に最後まで、壊すところまで殴っちゃうと遠くからでもあそこに敵がいるなっていうのがバレるんで、壊す一歩手前で止めた方がいいと思います。これ殴んねえな。あとちょっとクリップがおかしかったんで、一瞬スキップされる気がする、ここ。まだか。あ、ここですね。ちょっと、目の前の木までスキップされましたけど。こんな感じで、壊す手前で止めた方がいいです。まあ、全然敵来いやーっていう人は、壊すところまで行っていいと思います。で、木殴るときもですね、立ち止まったまま殴らずに、こんな感じでぐるぐる回りながら殴った方がいいんじゃないかなと思います。理由としては、まあ、普通に立ち止まってるのと一緒だし、で、木殴ってるときに狙撃とかされてよく死んだことがあるんで、まあ、そのせいで回る癖が俺はついてるって感じなんですけど、まあ、個人的には、動きながら殴った方がいいと思います。まあまあ、銃声した方にね、のんびりと進んでいって、これもね、建築の上にいるんじゃねえかって思いながら近づいたんですけど、まあ普通に下いるっていうね。これね、
なんて言ったらいいのか、こっち普通に向いてたからバレてると思って頭狙わずにいきなりびっくりハンティングするっていうね。ええ、普通に指が動いて撃っちゃいました。まあ、俺の場合目が悪かったり、まあ、ろくに狙えないんで普通のスナイパーの方が好きなんですけど、ハンティングでも全然頭狙えるよって人はハンティングの方がいいかもしれませんね。あの壁越しから、相手の方向を確認してそのまんま顔を出してハンティングするだとか、まあ、リロードもあっちの方が早かったりすると思うんで、難しいんですよねあれで、こうやってなんかずっとジャンプしてんのは普通に走ってたらスナイパーの的になったりするのが昔よくあったんで癖づきましたね。こういうのおおってなったんですよねまあさっきみたいに走ってる人ね、スナイパーで上手い人だったら横っ走りしてるだけだから、打ち抜きやすかったりすると思います。さっきのもね、あの実家の方だったら、あまあおそらく叫んでたでしょうね。バースト3連チャンで頭当たったんで、ワントリガー。まあなんで叫ばねえかって言ったらね、嫁が怖いっていう、まあ、そこですよ。まあなるべく、焦らず円に向かわないっていう感じの立ち回りをしてるんで、まあ暇な時間が長いかもしれません。でこれね、途中で咳払いが入ってるのはマイクを上になんか上げるタイプのヘッドセットを使ってるんですけど、なんだミュートしてませんでしたなんで咳払いがちょいちょい入ってると思うんですけど、そこら辺は許してください。喋れてんのかよく分かってないっすね。何も考えねえで今見ながら喋ってるだけですからね。まああとね、あのこういう時タワーが近くにあるんですけど、まあ円がかなりあっちの方だったら仕方ないんですけど、なるべく個人的には、初心者の方は通らない方がいいかもしれません。やっぱりあのタワーに行く人ってね、腕に覚えがある人ばっかりなんで、あんまりそういう人と極力合わないようにっていう感じですね。まあまあ練習にならないじゃんかって思うかもしれないんですけど、じゃんか練習ならんやんって思うかもしれないんですけど、まあまあそこら辺は最初の方はね、生き延びること最優先で行っていいと思います。でこれもね、湖の上にあれなんて言うんだっけ、ポートタワーじゃねえわ、まああのタワーねあの一撃で塔を建てれるアイテム、まああれがあるんでいるだろうと思いながら警戒していってますね。まあ建築物があるなら警戒しといて損はないと思います。警戒しすぎてもあれだと思うんですけど、で今、目の前にある石ですね、これ今回叩いてないんですけど、これもなかなか、資材が美味しくて、石材、どれぐらいだろうな、平均40から50の間、もらえるんでなかなか美味しいですね。うん、これは当てろよって感じだったんですけど、でこういう時ですね、相手は建築して、隠れる方向になってるんで、こっちは建築せずにちょうど目の前に木があったんで、まあ、これを壁にしながらなるべく近づいて、でこれはあの階段作って相手の方がこっちを索敵しているであろうと思って顔を出してるかなっていう感じでスナイパーで狙ったって感じですね。まあ、これはただ単にあのもう結構性格的には邪魔くさがりなんで階段作って突っ込んだっていうだけですね。まあ、これはあの相手の方が体力低かったんでタクティカルとヘッドショット一発で倒れてくれましたね。何喋りましょうね。皆さん最近暑くなってきましたけど大丈夫ですか？熱中症対策だとかなんだらかんだらした方がいいみたいなわけのわからん話を何言ってんすかね。で、あと今見えてるあの木の並びですね、あのちっちゃいやつ、あれの近くにリンゴがあったりするんで、まあ、ちょっと HP 減ってるなと思ったらなんとなく寄った方がいいかもしれませんね。なんか RPG 病みたいな感じで HP 満タンじゃないと落ち着かないみたいなのが俺にはあるんで、皆さんないですかそういうの。あとね、なんかまあまああの
これダメだよとかダメ出しとかだったらね、木の建築より俺心が弱いんで脆いんでね、あまりあれなんですけど、こういうことした方がいいんじゃないとか、こういうことしてほしいとかいうのをコメント欄で言ってくださるとだいぶ助かります。基本的にネタを思いつかない野郎なんで。で、あと何言おうと思ったっけな。あれですね、音楽ですね。一応普通にね、プレイしながらの実況だったらそのまま出そうかと思ったんですけど、一応後付け実況で解説しますよみたいな感じなんで、音楽つけた方がいいかなって最初思って、で嫁にも聞いたら最初ぐらいつけた方がいいんじゃねえのみたいな話もあったんですけど、やっぱりね、なんか違和感あったんで、とりあえず今回は外してるんですよね。これもしかして冒頭で言ったか。まあまあ音楽あった方がいいんじゃねえかっていうのもね、曲にもよると思うんですけどね。まあ、これでまたゆったりと円の中に入っといてって感じの立ち回りっすね。で、ちょいちょいこうやって十字キーの上ボタンを押して何かを確認してる感じなんですけど、これ拾ったアイテムとかね、バタバタしてる時とかちゃんと見れてなかったりする時があるんで、ジャンプパッドとか持ってないかなっていうのを開いたりします。で、うれしそうに救援物資取りに行くわけですよね。まあ僕の場合は何も考えずにこうやって普通に開けに行くんですけど、本来なら周りに壁を張って安全を確保してから開けてください。めんどくさがりなだけなんで、俺の場合は絶対囲った方がいいと思います。ただデメリットとしては、建築したからあそこに人いるなっていうのがバレるっていうことですかね。で、これも欲しくて周りうろちょろしますね。まあ、未だにね、ポンプとタクティカルが緑っていうのがちょっと心もとないんで。で、向こうの方に建築物があるんで、スナイパー持って警戒してるだけですね、これは。うん、ものの見事に狙われてましたね。ちょっとテンパってますね。で、一応これ、まあ、だいぶ僕は建築下手くそなんで、解説のレベルが低いと思うんですけど、一応できる部分は、まあ、ちょっとミスって閉じこもっちゃったんで、編集して外に出て階段作ったり何やらして上に行ってますね。もしこの上に行きながらのね、なんか建築勝負みたいなやつ分からなかったら、一応巻き戻したりしてみてください。階段作って上に上がっていって、振り向きながら、R2 長押してぐるんと、うん、ぐるんとやればあんな感じでできます。で、さっきロケットランチャー撃たれたんで、建築丸ごと壊されて落下ダメージで倒されると思ったんで、バウンサーを仕掛けて落下ダメージをなくしたって感じですね。一回踏んでからジャンプして着地するまで、ホップロックっていう、まあ、どこだっけ、ダスティーデポがあった場所にあったりする、石ですね、ジャンプ力が上がるやつ。一回だけ踏んで着地するまで、あれと同じ効果を得られるんで、着地ダメージがなしっていうことになります。で、これは壁の中に隠れて、見たいところを、なんだ、クリック、なんて言ってたっけ。まあ、とにかく透明にして見やすくして相手の動向を伺ってるって感じですね。で、ちょっといけそうだなっていう時に編集して穴開けて飛び出すって感じです。これですね、ぐるっと回って壁壁床階段みたいな、ぐるっと回って、うん、やってくれよ、ぐるっと回って壁壁床階段、これはちょっと慣れてきたら早くするっていう感じで練習していくとおそらくできると思います。上手い方はもうちょっと違う建築の仕方やられてると思うんですけど、まあ、これが一番、最初としてはやりやすいんじゃないかと思います。階段作っていって、R2 押しながらぐるっと回れば壁ができるところにしかできないんで、もうなるようにしかなりません、その場合なんで、感覚で、壁張れた床階段っていうのでやっていけばあんな感じになると思います。一応僕の感度は、8なんで、まあ早い数だと10だったりすると思うんですけど、まあメリットですね、感度の感度を上げれば建築速度はもちろん上がるし、エイム速度ももちろん、腰打ちの速度だったりは上がりますね。ただその代わり腰打ちの、エイムがだいぶ難しくなるんで、自分のレベルに合わせた、感度の高さでいいと思います。とりあえずもうちょっと建築早くしてえなーとか、まあそんな感じで自分なりに
今ここが、建築速度が欲しいから感度上げる、慣れてきたから感度上げるみたいな、まあ徐々にでいいと、徐々にでいいと思います。でやっとですよ、ポンプとタクティカルの色が青になったのは。でこれも最初の解説で言ってたんですけど、撃たれた方向とりあえずすぐに把握して、壁を張る、もうこれは絶対やった方がいいです。でこれもさっき言ってたみたいな感じですね、階段作っていって振り向くついでに R2 長押しですね。でこればっかりは人によると思うんですけど、まあ、結構俺いけると思ったら結構合流します。結構ね、今までやってきて建築勝負長引けば長引くほど、別の人から建築壊されて落下ダメージだったり、まあ、途中であんたどこにいたんだよっていう感じでいきなり倒されたりしたことがあるんで、あんまり長引くの好きじゃないんですよ。でこういう時もね、回復しようと思って壁張ったんですけど、皆さんもこういう場合一応壁張った方がいいです。こうやって建築物が、いっぱいあるところはやっぱり人がいるってすぐバレたり、まあ、見てる人だってもちろんこの人数だったらいるんで、まあ、油断せずに。で一応ここら辺は高さ余裕だったんですけど、まあ、落下ダメージを恐れて床張りながら着地って感じですね。で左から撃たれたんでちょいちょいビビりつつも左に壁張って、でぐるっと円の方向に向かおうかっていう感じです。で今見えたから撃ったんですけど、まあ、本来やめた方がいいと思います。確実に当てれるまで。おそらく今相手の方は気づいてなかったんでこんな風に撃たれます。はい。バレてない時はね、あんまり撃たない方がいいと思います。ああいう時ここですよ。一人でやってる時もすんげえドヤ顔してたと思いますよ。あと叫びたかった、まあ、もう一つは嫁が怖いね。ここですよ。まあ、これで物色しに行って、でここら辺でねジャンプパッドとか手に入れられたら結構美味しいんですけど、まあ、あれは建築ね、もうガン無視で速攻で敵のとこ突っ込めるんで、そんな毎回毎回持ってたら建築勝負とかなくなっちゃうと思うから。これもねびっくりスナイプですよ。こっち見てるっていうね。まあこれでまたどこぞから撃たれて、まあ一応ね円に入ってるんで砦は作るんですけど、この時まだ完璧にはなんだスナイパー撃ってきた人ともう一人の人、二人目ですねの位置を確実に把握してないんで、でこの場合山の上にいるっていう可能性があったんで、あんまり砦を作ったとはいえ顔を出せなかったんですよね。でこの時やっとちゃんとした場所分かったんですけど、クソエイムで外すっていうね、もちろんこんなんありますよ。まあもちろん円に嫌われたりっていうのはねあるんで、で今回たまたま今山の上にいる人円に嫌われたんですけど、こういう時ああやって元から高い場所ですねを陣取って、砦を立てておくとだいぶ有利に進むと思います。もし円が来れば、まあ、この時円が来てないんですけど、上から結局は狙えるんで、まあ、降りるしかないって状態の時にギリギリで行くとかなり逆に不利になったりもするんですけど、まあなるべく元から高い場所を陣取って円の中にいるっていうのが強いと思います。もしこれ山のところが円があっちに行っとけばね、山の方にもうほぼほぼ、まあ、負け格ではないけどかなりしんどい試合になると思います。でこれはねちょっと前にこの人が砦から飛び降りるのが見えたんで、もう倒しに1枚っていうノリで行ってます。でなるべくなら建築勝負になる前にさっさと仕留めた方がいいです。結局は資材を温存できるっていうのと、まあ、さっき言ったみたいに長引くのがあんまり好きじゃないっていうのももちろんあるんですけど、長引けば長引く分だけ、それを見ている人がどん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 冷静になるし、
であと建築物壊したあとは倒せるなみたいな、高くいけばねなっちゃうんで、仕留められるならなるべく早くした方がいいですね。でこの時もうあの人がどこにいたか全く分かってません。なんで目についた、高いところですねに向かってます。この場合建物の上ですねに砦立てて、で敵の位置が分かるまでここにこもろうかなという感じです。まあ今1対1なんで建築勝負を仕掛けられた時にこっちもやり返すって感じで構えてたんで、で本当だったらこんなぴょんぴょん飛ばない方がいいと思います。もしスナイパーとか当てられたらね、あの話にならないんで全然索敵できませんでしたねこの時は。で、あの撃たれた音で、ごめんなさいこれ石灰でまたクリップのやつですね、撃たれた音で大体の方角は分かったんですけど、建築とかしてなかったんで全然逆に気づかないですねこういう場合。わかります皆さん、今撃ちましたね。あのねトラックの後ろにいるんですよこれ。これ分かんなかったわ、外すっていうねはい、今回はこんな感じです。もしなんか、まあこれ良かったんじゃねと思ったら高評価とかチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。お疲れ様です。